私は初めてこの福島第一原子力発電所の中まで入らせていただきまして、改めてこの6年前のショックというものを強く感じました。新潟県の出身ですので、いつの間にかみんななんとなく忘れているのではないかと。柏崎刈羽原発もあのような地震や津波があった時に同じかそれ以上の被害、そしてまた廃炉にするにしても何十年もかかるっていう、巨額お金もかかるっていう、本当になんかここでもう一回立ち止まって政策を変えていかないと大変なことになるなと思いました。あとやっぱり現場で今も大変な作業を続けておられる皆さんに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。